条件でどうぞ、はい、駅の出入り口には毎年恒例ですけどパネルと垂れ幕がねかかってます。本当は毎年河口湖駅に千原みのりさんの本人が来てこのパネルにサインをするんですけど、今年はもう事前にねサインしてたみたいで、やっぱこれ毎年やってるんでみんなここに集まるんですけど、事前告知あったんでねみんな集まってないですね。アナウンサーここで流れてたっけな、みんなここのスピーカーにスマホ当てて録音したりっていうのを見かけるんですけども、午前中雨降ってたんですけども雨は止んで、まあ、青空っていう晴れではないんですけども景色はすごくいいですね。本当こう自然に囲まれてる場所って大好きです。そうそうそうです、なんかスタッフもいるのが気になるけど普通に写真撮るんだったら、
富士急行線をご利用くださいましてありがとうございました。ライブに来てくれるみんなはライブでお会いしましょう。千原みのりでした。川口港駅の向かいに香港フードってあって、毎年ここで食べてるんですけど、昼時だからかめっちゃ人多いわ。もうめっちゃ混んでんな。夜の10時までやってんだ。さっき全然人いなかったのに。ここひたすらまっすぐですね。もう長らく車での移動がメインになってたんですけど、今回は最後ということで久々に駅から歩いて向かってみます。個人的にはこのウェルシアとか向こうの方に見える松木尾とかも割と聖地だと思うんですよね。普通にこの川口コステラシアターまでの道で毎回見かけますんでね。この辺りは全然変わってないな。駅前はだいぶ変わりましたけどね。天気が良かったら向こうの方に富士山が見えるんですけど、ちょっと今日は雲がかかってるな。いやでもそれでもね、周り山に囲まれてるっていうのが目に見えてわかるので、ほんといいなこの街。こっちのセブンイレブンでね、グリーンだから挟んで買いました。やっぱ千原みのりライブと言ったらグリーンだからですよ。みんなね、オタクは単純なんでね、推しが好きだって言った食べ物とか飲み物とかはすぐみんな買ってね、食べたり飲んだりしますね。もちろん今回も千原みのりさんはグリーンだから飲みながらライブやってましたね。こんなところにラーメン屋なんかあったんですよ。出来ました、千原みのり川口湖ライブの一番の聖地と言っても過言ではないですねここでね、衣装店やってた時もありましたよね。もう最初の頃なんかはみんなどういう立ち回りしていいか分かんないから、結構ベルで時間潰したっていう人も多いんじゃないでしょうか。スシローとかスキヤとかも後からでき始めましたよね。昔は会場近くに全然飲食店がなくて、あそこの牛角はね、割とみんな集う場所だったんですよね。まあ、もちろん席数もそんなに多いわけじゃないんで、ずっとここ行きたいと思ってたんですけどね、なかなか行く機会がなくて、サマキャン4の時、2012年かな、サマキャン4は、に、みのりん仲間6人ぐらいで行きましたね、懐かしい。聖地になってる。私の帰ってまいりました。いやー、カクカク。あれ、これ昨日なかった。昨日来たか。あの駅の看板のあのサインも今日増えてました。あ、マジっすか。今日のやつ。新人を買えない。どうだろう。あるかな。紛れ込むユニキャラ。普通に流れるのが受けるわ。何も流れない。音声テスト的な。傍から見たら俺らがうるさく見える。おもう始まってんのかよっつって。うるせえ。うるせえマジで。普段の観客の声が
来ました。ある意味リハ。リハが始まりましたね。あんまり会場には人はいないんですが、やんのか？やるの？2010年のサマキャン2の時はね、この路上に物販で並んでましたね。朝方、ぶっちゃけ深夜から。うん、その年以降は確か会場の前の駐車場っぽいところで並んでますけど、懐かしいな。シャトルバスご利用の方こちらです。